はい、まあ、私からは特にはございません。はい、はい、お願いします。はい、では幹事から伺います。はい、学習到達度調査、ピザのデジタル読解力調査ですけれども、日本は参加した国や地域の中で4位でした。これに対する受け止めと、課題があるとすれば、何をどう改善していくおつもりでしょうか。はい、まあ、今回デジタル読解力調査が行われまして、まあ、4位と、まあ、いうことでございました。まあ、これはまあ、これまでの我が国のこうした分野での、まあ、教育の、まあ、着実な成果というふうに思っておりますが、まあ、一方でですね、この普段1週間のうちコンピューターを使っていると授業においてですね、国語算数理科の授業において使っていると回答した割合が3カ国中一番低いと、あるいはですね、マルチメディア作品の作成や表計算ソフトを使ったグラフの作成と、まあ、こういったことができると回答した生徒の割合が OECD 平均よりも低い水準にあると、まあ、いうところがまあ課題かなと思っております。まあ、従いまして、やはりまあ授業での活用、まあ、これはそれを指導する教員の問題、課題ということもあろうかと思いますが、あるいは表計算ソフトとかマルチメディアソフトを使った授業、まあ、これも、まあ、指導できる教員とその環境ということになろうかと思いますけれども、まあ、そういうことはやっていかなければいけないかなと思っております。まあ、これはご案内のように昨年1年間の教育の情報化ビジョンをやってまいりましたので、まあ、こうしたビジョンを踏まえた取り組みが着実に行われていけばですね、そうした課題には応えていけるというふうに考えて、いるところで、ございます。はい、明日からですけれども、電力使用制限令が発令されまして、東京電力と東北電力管内で500キロワット以上の契約者は 15% の節電が求められます。改めてではございますけれども、学校への影響、また子どもたちへの負担について、どのようにお考えか教えてください。はい、まあ文部科学省関係で申し上げますと、まあ、大口としてはもうむしろまあ大学等々が、まあ、特に夏の期間とこういうこともございますので、関係をしてまいります。まあ関係大学等々におかれましては、この間、大変なご努力をいただいてですね、この7月1日からの対応準備をしてくださったと感謝をしております。まあ、その中で、まあ、大学病院についてはですね、まあ、基本的に東大と筑波大を除けば、対象外ということでありますから、まあ、医療の砦であります大学病院機能というのは、まあ、これに関わらず維持はされると思いますが、まあ、それ以外の部分については大変なご努力をいただいて、おりますことを感謝を申し上げたいと思いますし、まあ、この計画、それぞれの大学が出している計画に基づいてですね、適切に行われるということが大変望ましいというふうに思っております。それからまあ学校につきましては、まあ、今日からといいますか、明日から、この1学期の終業式までの間を、まあ、基本的にはどのように、まあ、対応していくかというか、しのいでいくかと、まあ、こういうことでございます。まあ、ここについてもそれぞれの設置者である教育委員会においてまあ、可能な省エネ対策についての点検を、まあ、していただいて、おりましてですね、まあ、特段の問題って言いますか、もちろんそれぞれのご努力をいただかなきゃいけないし、工夫もいただかなきゃいけないし、それから児童生徒に対する教育もしていただかなきゃいけませんけれども、まあ、小中高については、
あまり大きな懸念なくこれは実施できるというふうに考えております。まあ、一方海技術関係においてはいろいろとかなりの電力消費を伴う研究施設等々もありますので、まあ、ここについては、相当なしっかりした対応をしていただくことになっていると、まあ、以上でございます。まあ、もちろん節電のルールを守りつつも教育研究そして医療活動と、の機能の維持と、まあ、これどういうふうに両立させていくかということだと思います。まあ、特に最初の立ち上がりの段階では、まあ、我々もよりきめ細かく現場と連絡を取りながら支障ないように円滑なこのスタートを切っていきたいというふうに考えております。はい、各社お願いします。デジタル北海道なんですけども、プリントと違って上位の方が上位も少なければ下位も少ないという実感があったということで、ちょっとプリントと下位の対象を違ったんですけども、上位が少なかったっていうところの要因は一体何だろうか。上位が少なかった要因はですね、デジタル読解力のための民間教育サービスが我が国においては必ずしも韓国に比べると普及していないということだと思います。だからこうデジタル読解力向けの塾サービスというのは日本においてはあまり普及してないですよね。まあ、現にそこを上げようと思うと、その学校でやることが重要になるか、そこに家庭で何かしらのことをやるっていうのが重要になるか、どうしたらいいのか。上位層のところは、まあ、もう少しいろいろと様子を見ながらやっていくということではないかなと思います。例えばこの、家庭にいきなり投げるというのは大変だと思いますけれども、部活とかですね、あるいは希望者の特別教育とかですね、プログラムとかですね、そういうことがデビル高レベルのところを上げていくということではないかなというふうに思います。一気型の北の方ではですね、上位層とあと転移層というところの両方のところを底上げというか全体の価格が上がっているんですけども、デジタルでも課題は同じだと思うんですが、デジタルに関しては今の質問もありましたように非常に階層はですね、かなり少ないということで、底上げ策というのはですね、どういうふうな形で行うべきかというか。この部分はですから、なんて言うんでしょうか、筆記型の場合はやっぱり公教育の提供しているものと、それから民間で、家庭がプラスでやっているこの複合になっているわけですね。これまでの筆記型のものっていうのは非デジタルな力っていうのは、ただデジタルについてはですね、ある部では公教育の成果がプレーンに出ていると、こういうことだと思います。で、そういう中で、日本というのはそれなりに定位層も含めてバランスのいい教育をしていると、公教育としてはですね、いうことだと思います。それで韓国との比較はですね、これは韓国は猛烈にこうした分野に社会資源を投入してやっていますのでですね、それはやっぱその差が出ているんだろうと、いうふうに思っておりまして、そういうところを着々と全体像を見ながらやっていくということで、当分はですね、いいのではないかなと
というふうに、まあ、私自身はこれを分析をしています。まあ、その他の、国々と比べても、まあ、そう遜色のない成果、結果でありますから。で、まあ、ニュージーランド、オーストラリアはですね、これは家庭における IT 普及率が日本とは全然違いますから、まあ、そういう意味ではその家庭力。ですから、まあ、整理すると、まあ、韓国は国、家庭を挙げて相当程度やっていると。ニュージーランド、オーストラリアは、まあ、社会全体の ICT 利用率っていうのは非常に高いと、家庭も含めてですね、まあ、いうことの効果が出てるんだろうと。で、まあ、その、社を除けば、まあ、トップっていうことですから、まあ、ほぼ同じような社会の中では、まあ、効果的な教育が行われているというふうに、まあ、見ていいのではないかということでございます。ただ特徴あることをやっていこうと思うと、やはりもう少しですね、重点校を、決めてやって、そこに力を入れていくとかですね、あるいはそのクラブ活動とかですね、あるいは特別プログラムとかですね、まあ、そういうことをやって、いかないと、なかなか韓国のトップ校と一緒にやっていくってわけにはいかないと。それから、まあ、階層のところはやっぱりご自宅にパソコンがあるかないかってことは、これはやっぱり決定的に大きな話であります。もうこれは社会全体としてどういうふうに考えていくのかと、まあ、いうデジタルデバイドの問題によってしまうので、まあ、なかなか学校だけでやりきることっていうのは、この分野は、まあ、少し大変かなというところではないかなと思います。以前で生徒の対する質問調査で、国語、数学、理科か、3科目で、ね、使用調整したというのは、まあ、3科目の中で一番低かったわけですけども、まあ、それでも、まあ、高い成績を得たというふうに見るのか、それとももっとそのこれからですね、教育課程をもう少しその同教育と、まあ、ICT 技術を活用したですね、あれを増やして位置づけてですね、そういったものをもっとブラッシュアップさせてというふうに考え、それをこちらの方の実装だというふうに考えますか。まあ、ある意味では、授業で使っていないのにもかかわらず、さっき申し上げたように一番効率がいいパフォーマンスを上げているわけですから、授業方法、指導方法において優れていると、まあ、いうことなんだというふうに、まあ、思います。それで、ただ繰り返しになりますけども、やっぱここからさらに上げていこうと思うと、相当ちょっと違ったことをコンセプトも変えてやらないとなかなか難しいだろうなというふうに思います。ただ、まあ、一方で、それを日本全体のコンセンサスにしていく、あるいは学校コミュニティ全体のコンセンサスにしていくにはですね、まあ、もう少し積み重ねが、まあ、必要かなという感じも、まあ、ビジョン策定のプロセスではありましたので、まあ、そういう意味では、まあ、少し様子を見ながら、ただ、まあ、繰り返しですが、教育の情報がビジョンで書いたことはちゃんとやるということと、そこはやっぱりその使って望ましいことで使ってないことは放棄するわけにいきませんから、やっぱり教師のこうしたICT リテラシーを上げるという研修はやはり17カ国中最低ってことはいけないので、まあ、そこは上げていくと。ただそのことがじゃあさらなる引き上げにつながるかどうかっていうことは少し定かではない、というかあまりつながらないんじゃないかなと、まあ、維持することにはなりますから、そのことは大事なことですし、まあ、そもそもより、教科の理解を促進するために最もベストな方法をやるということは、これは当然の話なんで、それはやりますけども、そのことはデジタル、このスコアを上げる、直ちに上げるかと、そしてこの 3カ国を抜き去るかと、あるいはそこに迫れるかということは少し、まあ、特に韓国はもう圧倒的な高さですから、それは少し違うんじゃないかなと、こういうふうに受け止めております。他にどうでしょうか。関連してなんですけども、
もうあのその OECD はその将来的にはこういうデジタルテキストによる、まあ、あの試験というのをどんどんこう移行していくという話なんですけども、まあ、今新しい学習指導要領でその情報共有について、まあ、強化していくという方向は、まあ、出ているんですけども、ただその授業でそれだけ使ってないということは今後その数学的リテラシーだとか科学的リテラシーがデジタル化した場合ですね、その対応できるのかというちょっと心配はあるんですけども、まあ、当面はまだその新学習指導要領とあとその教育の学習指導というのをまあ進めることで対応できるというふうに考えています。あのいわゆる読解力のところはそんなに問題はないと思います。あのブラインドタッチというかタイピングだけの問題ですから、あのそれは問題ないんだと思います。ただ、さっき申し上げましたように表計算ソフトを使いこなせるかこなせないかはですね、これはやっぱりあの中期的にも数学的っていうか数字処理っていうかですね、数的処理っていうか、そういう能力、またそれをこうあの表計算ソフトを使ってグラフ化するとかそういうことを自由自在にやるっていうことができれば、それは数的量的理解をサポートするっていうことにつながることは間違いないので、だからまあ、あのさっきも申し上げたんですけど、表計算ソフトのところのあのなんていうか リテラシーっていうか、要するにだからワードプロセッシングはできるわけですよね。これはそんなにあの別にあの、まあ、私も中学校高校の情報科の教員をやってましたので、子どもの場合はそこのタイピングのところがほとんどあの問題なくスラッといきます。時間というか時期の問題だけだと思います。ただまあ表計算だからまあ Excel なんかのことはやっぱりやってないんだなとあのいうことが今回、まあ、OECD 平均以下ってことが分かったわけ で、まあそれは確かにあのほっとくとやらないだろうなと、まあ、なんか読解力はまあ今回良かったかもしれないですけど、その2年後のそのおっしゃっとる、来年の数学的リテラシーでなんかものすごく低い結果だから、エクセルっていうと個人証明のようなものになって、表計算ソフトを使いこなせてるのは確かに少ないですよね、明らかにね。だからそこは少しまあちょっとまあ、やらないうちからどうこういうのはあれかもしれないけど、あのきちっと対応はしなきゃいけないところだろうというふうに思います、うん、それからそもそもマルチメディアでああいうそのデザイン系のアプリを使ってるっていうのはこれ相当レアですから、作図とかですね、デザインとかにですね、まあ、そういうところは少し考えていかないといけないだろうと、まあ、いうことを思います。でこうなるとちょっとその特にマルチメディア作品の話になってくると、今日本の小中学校の標準の学習、要するに ICT 学習環境でいいのかどうかっていう話も出てくるかもしれない、まあ、あんまり言うと個別社名がどんどん出てくるのであれですが、うん、やっぱりそのこういうアート系に強いマシン OS とそうでないところってのありますから、で今はまあどちらかというとそちら側よりもその表計算ソフト系のパラダイムで、ICT 環境情報学習環境を整備している学校の方が多いことは事実なので、まあ、ちょっとこれぐらいしておいてください。はい、ちょっと6月2日にグローバル人材ですね、まとめがありまして、はい、今日もですね、昼過ぎにですね、英語力について非常に検討会のまとめがございました。で、拝見、目標相談についてはですね、どうしてもその2003年に文部科学省がですね、策定したですね、英語が使える日本人の育成のための行動計画の範疇みたいなのがあります。で、これから新しい学習指導要領が始まりにあたってですね、学習量も増えますし求められるのは多いのですが、例えば ALT のですね、配置に統一の目標設定もありませんし、なんかその財政的な裏付けも、会議するかすべて違うんですけど見えてこないと。で、正直子どもらでは大丈夫なのかなという、ことを思うんですが、現時点でですね、その英語の向上に向けてですね、お考えの、その計画を進める前に動かすためにですね、どんなことができるというふうにお考えか、何かお考えあれば。
まあ、ALT 等については、まあ、これ財政の問題、あるいはそれぞれの地方自治体が ALT の人件費を負担しづらくなってきている、あるいは単価が少なくなってきている、まあ、いうような問題が あって、それは一つの課題だと、まあ、それは今日の会議でもシェアされていて、まあ、今後概算要求等々する中でですね、まあ、それは一つの検討項目であることは間違いありません。と同時にやはり、まあ、ANT をはじめとして、その、まあ、バイリンガルあるいはその外国人教師というものをどうやって採用していくかという、まあ、人事現状は都道府県教育委員会ですけれども、都道府県教育委員会のやはり英語教員の採用方針あるいは補充方針ということがやはり大事になってくると思います。で、まあ、おそらく今日も少し議論はされていると思いますけれども、英語教員については採用試験の時にですね、そのいわゆるトーストルとか トイックとかそういったものの、スコアを参照するとかですね、まあ、いうことが英語教員自身が使える英語を身につけているかどうかということはやはり教育ですから、英語教員の質というものがやっぱり一番鍵だと思います。ですから、まあ、採用にあたって、それから今後の研修にあたってですね、そうした使える英語をどう研修していくのか、あるいはそうしたことをどうやって、学ぶモチベーションを確保していくのかと、まあ、こういうことです。まあ、自己研鑽の方法、チャンス、機会というのはもう今や全国津々浦々あるわけでありますので、むしろそのための時間とモチベーションを確保するということなんだろうと思います。ですから、まあ、そこのところはあまり予算ということよりもですね、まあ、教師たちが自己研鑽に取り組める、まあ、環境整備と、まあ、いうことだと思います。で、グローバル人材推進会議の報告書のエッセンスはですね、使える英語ということで目指してきましたと。それで、そのグローバル人材の報告書の中にも書いてありますけども、あそこでは5段階に分けて書いてあるわけですね。で、要はその学習指導員を目指すのはですね、まあ、日常会話だとか、あるいはそういうその英語でのドキュメンテーションを、まあ、読むことができると、まあ、いうようなことについてはですね、これはこれまでも着々と進んできていると。で、それは新しい学習指導要領の推進によってその取り組みが少し前倒しになりますから、まあ、そういう比率は増えるでしょうと。で、ここは私知るのはまあ、そんなに心配してないというか、で、新学習指導要領に向けたですね、教職員配置、定数改善等々もしていますので、いう意味ではまあ、あそこで言うところの 1,2,3 レベルは着々と進むでしょうと。で、これはですね、私たちの頃と比べてもですね、今の外国人の顔を見て泣いちゃう子とかですね、逃げ出す子ってのはいないわけで、それで、まあ、その社会に出るまでにですね、一回も海外旅行したことない人っていうのはそれはいないわけですよね。これはもう劇的に違うわけです。その円高前に社会に出た私たちと、もう皆さんの方はそうではないかもしれないけど、だからそういう意味ではそのいろいろ言われてますけれども、まあ 1,2,3 年では着々と改善されていると。ただ問題は4と5、つまりそのバイラテラルなネゴシエーションとかコミュニケーションとか説得とかができる、あるいは 5段階のそのマルティラテラルのネゴシエーションとかですね、そういうそのグローバルなその真剣勝負ができるための英語を駆使できる人がどれくらいいるのかということであります。で、ここはですね、学習指導要領だけの対応ではやはり限界があると。で、だから学習指導要領でやれることはやってきて、でそれは一定の成果を収めつつありますと。ただ国家戦略の下でやってきた推進会議は、ただ文部科学省あるいは学習指導要領の枠組みだけでは、まあ、要するに、まあ、ここまでと、ある程度ここまでと、まあ、ですから 1,2,3 レベルのところについても底上げあるいは平均を上げていくと、ここはできているかもしれないけれども、しかし、そういう意味では、まあ、まさにそのグローバル人材、真のグローバル人材というレベルのところの対応を必ずしもやってこなかったと。で、まあ、そこは今までは
まあ、ある意味で自主努力というかですね、こういうことでしたと。でしかしそういう人材は必要なので、これからあの高校と大学と企業と保護者とそれから政府、この5社が一緒になって、まあ、かなりそのことを意識したあの社会運動をやっていかないといけないですよねと、まあ、いうことであります。でその際の最大の問題はやはりグローバル人材育成推進会議の中でも指摘されておりました。特に明石さんのヒアリングなんかでも言われてましたけれども、その、まあ、大学のですね、まあ、このいわゆるマルティプルチョイス型の英語の入学試験と、まあ、いわゆる受験英語と、まあ、明石さんのヒアリングの言葉を借りると、そのネイティブスピーカーでもこう全問正答できない、非常に、まあ、いわゆる難問奇問的な受験英語ということに、まあ、その高校のかなりのエネルギーを、まあ、咲かせていると。でそのことをやはり使える英語をきちっと勉強し、そのことが大学入試によっても評価をされるというようなところというのは大きなボトルネックの解消のポイントの一つだと思います。それからやはり就職の時にですね、まあ、留学経験とか使える英語をできるということが、必ずしも、それを促進するような就職活動になっていなくて、むしろ留学に行っていると就職先生に乗り遅れると、要するに就活の早期化というものがより使える英語を磨こうという学生のその意欲に応えていない、という現象があるので、でこういうことを直していく。で、できれば使える英語を一生懸命学んで、高校大学を通じて学んできた人たちが就職においても評価されるようにと、まあ、こういうことを企業には促していくと。そして保護者の皆さんには受験英語ができて、まあ、いわゆる有名大学に入っても就職口はありませんよと。今日本の企業はジャパニーズユニバーシティパッシングになっていて、日本の大学からの採用者数は軒並み多国籍企業によっては減らしていると。一方で、海外ないし留学生採用を枠を一挙に増やしているわけでありまして、こういうやはり現実もきちっと保護者の皆さんも含めてご理解をいただいて、まあ、みんなで好循環を作っていきましょうと、まあ、こういうことであります。でそうすれば高校の中でもそういうこの4レベル4とかレベル5を、まあ、まあ素地になるような高校の学びを推進するモデル的な学校も出てくるだろうし、文部省としてはそういう学校を応援していきたいということです。はい、他はいかがでしょうか。